上でできる肩こりに効くポーズ群全部お伝えしたいと思います。ベッドのね、寝る前の5分間使ってしっかり両肩ほぐしていけたらなと思います。ではでは、四つ這いになっていきましょう。肩の真下に手首、お尻の真下に膝、足の甲はしっかりマットをついて、足の甲でグッと押すことで下半身まで安定させていきます。さあ、吸う息が来たら背筋を伸ばし、両手でグッと押しながら首を長くするようなイメージです。胸は前に張り出す、吐く息でストン、吸う息でグッと胸は前、吐く息でストンです。さあ、吸う息グッと胸は前、首長くして吐く息ストン、吸う息ラストをグッと胸を前に張り出し、吐く息でストン、吸う息で背筋を正したら吐く息、右手チョップの手で前に差し出し、顔を全部マットに預けてしまいましょう。吐く息とともに右の肩甲骨の下側グッと広がるようなイメージ。さあ、ご自分でやられるときはしっかり時間を置いて、肩甲骨がしっかり緩まることを感じていてくださいね。次の吐く息全部吐き切ったら、吸う息左手で体を押さえつつ四つ這いに戻っていきましょう。吸う息で背筋垂らし、吐く息で反対方向、左の手前、左のほっぺつけていきます。さあ、足の甲でしっかりマットを押さえて、お尻がどちらかに動かないように気をつけましょう。吐く息全部吐き切ったら、吸う息右手で押さえつつ四つ這いに戻っていきます。さあ、吸う息で背筋を正し、吐く息今度は右手左の脇の下から通って、右の背中後ろ側と後頭部つけていきましょう。吸う息で左手アップ、そのままパターンと倒せる場合はパターンと倒していきます。足の甲でもしっかり支えて、お尻がどちらかに偏らないように、お尻はいつも中心線で揃えておきます。さあ、今ねじられているお腹に呼吸を送りましょう。針の糸通しのポーズです。さあ、次の吐く息が来たら、左手マットを押しつつ四つ這いに戻ります。吸う息で背筋を正し、吐く息左手脇の下を通り、右の肩、左の肩の後ろ、後頭部をついたら右手アップ、そのままパターンと倒していきましょう。お尻は中心線に揃えて、さあ、内臓マッサージをするようにしてね、ねじられたお腹を動かしながら、そして胸はいつも空に空に向けながら、ツイストを深めていきます。さあ、次の吐く息が来たら、右手でしっかりマットを押さえて、吸う息でグーッと胸は前、吐く息で両手全部歩かせていきましょう。前に前に歩かせたら、さあ、お尻の位置変えないまま胸はストーンと下ろしていきます。吐く息とともに胸がどんどんマットに押し付けられるような感覚、もし違和感がなければ吸う息で数ミリずつで OK です。両手1ミリでも先に先に伸ばせたら伸ばしてみてください。今両方の肩甲骨下側がグーッと伸びている感覚です。そこに呼吸を送りましょう。さあ、次の吸う息が来たら、両肘でしっかり体を支えつつ、お腹を前に前に、そしてお腹落としてしまいます。スフィンクスのポーズに入りましょう。肩の真下に肘、そして両手の先から肘にかけてグーッと押していきます。さあ、胸は前、吸う息で胸を前、首を長くします。先ほどのやった通り、吐く息でストンです。さあ、吸う息でグーッと胸は前、吐く息でストン、吸う息でグーッと前に胸を張る、吐く息でストン、吸う息でラストグーッと胸張っていきましょう。吐く息でストン。さあ、吸う息ラスト、一回おまけになっちゃいましたね。張ったら吐く息で全部力を抜
膝を立て、曲げて、その膝を左右にパターンパターンと振っていきます。さあ少し股関節、そして今使った背筋全部緩めていくような感覚です。少しずつ揺れを止めて、両手で体を支えつつ、チャイルドポーズで下を呼吸分、吸気が来たら背中丸いまま持ち上がっていきましょう。さあ肩甲骨を動かすと体がポカポカしますね。これから冷房等々体が冷えることもあると思います。ぜひ寝る前、そして朝起きた時やってみてください。肩の変化感じると思います。ではまた。